こんにちは、ケイダです。今日は2018年最新バージョンの貫通運極おすすめランキングを発表したいと思います。先月出した初期運極ランキングとちょっと似てるんですけども、今回貫通だけっていうところなんで、被るところも多々あります。あと、まだ僕は運極なってないんですけども、それでも作りたいって思ってるキャラたちも紹介していきます。ちなみに超絶爆絶豪絶のキャラは抜いてます。あとコラボ限定とかも抜いております。もちろん刹那も抜いてます。一つ言うことは共有城のガチャキャラがめっちゃ増えてるんで貫通爆発枠は最強ですっていう感じでございます。ではまず10位から発表していきます。できるだけ最新バージョンということで今年登場したキャラを多めに紹介しています。まず1体目は疑心暗鬼の進化でございます。飛行カウンターキラーアンチブロックを持っている貫通タイプでダブルアンチアビリティなんで結構使いやすいキャラかなと思います。あとベースでカウンターキラーを持っておりまして長距離攻撃にも乗るっていう感じなんで、実質激究極並みの汎用性があります。普通に強いキャラですね。これはなんか普通の降臨とは思えないぐらいの性能なんで非常に強力かなというふうに思います。ステータスもね全然低くないし高めなんでかなり汎用性高いキャラかなと思います。早く僕も運極作りたいですね。ただ星5制限なんで初歩2倍値とかに集めるのがおすすめかなというふうに思います。アクセラレーターにしか見えないんですけどね。ただやっぱりこれ飛行ブロックっていうキャラも少ないんでそこら辺の降臨キャラよりも全然強いですね。非常にいいキャラかなというふうに思います。続きまして9位は純の神イカです。これ去年のキャラですね。マインスイーパーの爆発枠、貫通ホーミングと爆発でサポートができます。16ターンでオールアンチエッセンスも出るんですけどちょっとね実はこれ汎用性高そうに見えて低いんですよね。16ターンっていうのは4周に1回打てるっていう感じなんで結構待たないといけません。サタンとかの2倍ねターン数かかるんで思ったより多くのクエストに使いづらいかなというふうに思います。ので基本的にはやっぱマインスイーパーが出るクエスト、地雷が出るクエストの優先度は高めなんですけどもそこ以外だったらそんなに優先度は低くないかなというふうに思います。ただやっぱり爆発枠としてサポートできるんで非常に優秀なキャラかなと思います。作るのはなかなか大変なんですけどもこれも初期2倍時におすすめでございます。僕もまだラック10ぐらいですね作らないとと思いながらもいつも作ってません。第8位は甘いもの進化です。アンチダメージロールアンチブロック、非常に希少価値の高いアビリティを持っております。友情コンボにはそこまで期待はできないんですけども汎用性で勝負かなと思います。反射回生数も用途によっては非常に扱いやすいんでボスと壁との間が狭いところだったらダメージも稼げますし、短距離拡散弾当たりにくいしでそれにかつ友情コンボクリティカルってちょっと謎のラックスキルなんですけどもダメをブロックっていうキャラがまだまだ少ないので作っておいて損はないキャラかなと思います。第7位は小雪の神化です。これも去年のキャラですね。アンチワープとアンチブロックの爆発枠でこちら使用ギミックの2種に対応できてサポート面もできる非常にいいキャラかなと思います。弱点特攻エッセンスもボスの弱点にね打てば結構火力として成り立つんで強力です。味方のサポートに非常に優れた性能なんで運枠としては非常に活躍ができます。ステータスも結構高めですね。進化はアルカディアの運枠にもなるんで作っておいて損はないかなと思います。第6位はダーウィンの神化です。アンチワープアンチブロックの爆発枠でブロック貫通爆発なのでこれも非常に汎用性が高くなっております。16ターンで打てる合理エッセンスも扱いやすくてサブ以上の基盤は闇属性という風になっております。最近僕ね初期2倍時に1日で80ドローしました。で最近だったらオッツーの神化とモノコマチとあとカマエルの進化とかで回ると非常に回りやすくて簡単に集められました。楽しかったですね。やっぱり爆発持ちでこんだけギミック対応できるっていうのは絶対使えるんで作っておいて損もないキャラかなと思います。無事僕も運極できました。第5位は千住の進化です。アンチ重力バリアアンチブロックをベースで持ってるんでゲージなしですね。そして友情コンボが珍しく分裂貫通衝撃は3を持っております。これがね非常に火力として成り立ちます。毒メテオ SS はターン長いんですけども雑魚処理に使えるしボス火力にもなります。汎用性が非常に高くて使いやすいキャラなんで作っておいて絶対損はないかなと思います。注目すべき点は友情コンボでダメージが稼げる点ですね。今まで結構爆発枠を紹介してきたんですけどもこいつの場合ギミック対応力高い上に SS でも友情コンボでもダメージを稼げるんで火力として成り立ちますんで非常に強力なキャラと思います。ちょっとアビリティ性能はだいぶ違うんですけどもモーセと同じ魔人ですね。若干同族恩恵ができそうなんですけどもアビリティが全然違うんでセットとして使うことはちょっと難しいかもしれないです。まだ作ってないんで初期追加されたらそこを作ろうかなと思ってます。第4位はルキウスの神化です。マインスイーパーとアンチブロックの爆発枠ですね。スピードが非常に速くて機動力高めになっております。
ハッタの打撃プラスレーザー SS で魔法陣対応もできますね。ショットガンと爆発で味方サポートもできるし、まあ、サベージャーで爆発持ってるのは本当に優れております。さらにはマインスイーパー呪縛と、まあガチャゲンでもまだまだ少ないところに手を出してるんで汎用性は高めになっております。まあ、最近だったら近畿の17層でも使えてるんでね、作ってる方も多いと思います。やっぱ音曲にすると楽スキル発動しやすいので、まあ、17層適正いない方はできるだけ早くね音曲作ってあげてみてください。僕もこのキャラ普通に音曲したいですね。第3位はホールズブラックの進化です。まあこちらはねもう前々からずっと僕はお勧めしてるんですけども、相変わらず上位に入っております。飛行アンチウィンドアンチブロックの爆発枠です。非常に活躍の幅が広くて、ひらめきの遊戯場とかでも活躍できます。まあ、別にそれは運枠として活躍する方法はないんですけども、ひらめきの自陣無課金でも活躍できます。ステータスも非常に高めですね。足速い、 HP 高い、攻撃力も2万5000超えるっていう感じなんで非常に高めです。 SS で回復もできるし、非常に本当に優秀でございます。作っておいて絶対損はない性能ですね。今年の2月ぐらいにホールズバック出たんですけども、速攻音曲珍しく作って、そこからかなり使用しております。使用頻度が高いキャラです。あとボスからのキラーも受けにくいですね、インリバース。まあ逆に言うと同族の絆恩恵受けにくいんですけども、そんな感じでございます。ちなみに神化は全く同じアビリティで反射タイプなんで、これも全然使いますね。あ、僕激推ししてるんでね、ぜひぜひ皆さん作っておいてください。作っておいて損はないイケメンキャラです。イケメン好きな方ぜひ作ってください。第2位はエレシキガルの進化でございます。弱点キラーとアンチダメージオールの強キャラで、運枠としてはかなり攻撃特化な友情と SS を持っております。ルシファーとアリスとも相性のいいアンチダメージオールなんで、活躍の幅はどん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 広がっております。神化ももちろんめちゃくちゃ強いんですよね、こっち。なんで絶対両方とも使えるっていう面を考えると、1体だけ作っておくのも全然損はないかなと思います。貫通タイプで弱点キラーはやっぱ強いっすね。うん、ボス火力に全然なるんでめちゃくちゃ強いと思います。攻撃力も2万7000か6000か損害いきますし、かなり高めの性能ですね。ぜひぜひ作りましょう。今では難易度緩和してると思うんで作っておいてください。記念すべき第1位はオツーです。オツーの神化ですね。こちらアンチ力バリアアンチブロックの爆発枠ですね。毒メテオの瞬間火力は非常に低いんですけども、爆発でサポートが可能です。特に斧の小町ですね、神化の小町と相性がめちゃくちゃ良くて、バランス型、戦型、種族、劇種全部一緒なんですよ。なんでオツーに証をつける方も最近いますね。オツーに証をつけて豪絶ビーラーの運枠として活躍できるんで、同族の絆を加盟つけたりねできます。結構今旬な運枠なんで早めに作っておいた方がいいと思います。まあ今は結構オツーじゃなくて小町が接待されてるクエスト多いので今旬なキャラです。なのでぜひぜひ早めに作っておいてください。降臨した際は皆さんぜひね回っておいてください。まあ、ビーラーでは SS を打つと回復特化にできるんですよね。なのでそこでもねサポートできるし、非常に高難易度でも活躍してくれるいいキャラかなと思います。ぜひぜひ皆さん作っておいてください。まあそんなところで、1位から10位を発表しましたが、まあ、上位のねトップ5ぐらいのキャラたちは、まあ、そんなに別にこれから優先した方がいいとか、1位だからこれ優先した方がいいとかじゃなくて、もうほとんど一緒買いの優先度だと思ってるんで、まあ、購入した際はぜひぜひ皆さんで回ってください。ちょっと余談になりますけども、まあ、今年活躍した運枠で言うと、まあ、獅子王誠もね非常に強かったですね。超アンチ力バリアとアンチワープを持ってる貫通タイプなんで機動力が非常に高い。で、SS も普通にめちゃくちゃ火力出るんで強かったですよね。まあこのキャラ作った、まあ難易度もそこまで難しくなかったんで作ってる方も多いと思いますけども、まあ今年活躍したいいキャラかなと思います。まああとは刹那ですね。まあ最近若干名運極っていう方が増えてきたんですけども、まあまだまだ運極じゃない方の方がもちろん多いので、まあいずれ僕も運極にはしたいと思ってるんですけども、未だ合計ラック5もいってないぐらいの低い感じでございます。まあ、本当にこの放電はね来年ガチャゲンでも出してはいけないと思いますねもうこれ以上増やしちゃダメだと思います。本当それぐらい強い性能なんで、ガブリエル重心化したとしてもやめてくださいね。攻撃型の放電は絶対にやめてください。高杉も超究極で貫通タイプですね。マイスイート重力バリア、まあやっぱ友情コンボがめちゃめちゃ強いっていうわけじゃなかったんで、そこまで活躍の幅は広くなかったんですけども、まあ、意外と帯着点の運枠としても使えたりするんで、まあ、運曲作ってる方はぜひ使ってあげてみてください。まあ、シュリンガーラとカンナーは貫通タイプなんですけども、まあ、まだまだ運曲の方は少ないと思うので
僕もようやくこの間主人からの曲になったぐらいなんですけども、まあどっちかというとこっちは豪絶ボーナスが美味しいので僕は回ってるんですけども、まあ、シュリンガールは非常に優秀な性能を持ってるんで、早めに作っておいて損はないかなと思います。まあ、カルナは友情コンボが若干ね、強いけども若干使いにくいという点考えると、シュリンガールの方が使いやすいかなと思います。はい、そんなところでございます。まあ、今年もたくさん降臨キャラと、まあ、その他でね、強いキャラが出ているんですけども、まあ、ズバ抜けてやばかったのは刹那ですよね。まあ、これはほとんど運曲にできないんであれなんですけども、運枠として、普段使いやすいのはやっぱり貫通タイプなんで、まあ、貫通の爆発枠がやっぱおすすめですね、僕は。はい。また今度、反射タイプの方もやりたいと思ってますので、ぜひ、チャンネル登録しない方は登録しておいて待っておいてください。それではご視聴ありがとうございました。参考になったという方はぜひ、高評価、グッドボタン押してください。あと、僕のチャンネル見てくださっている方の 80% の方がまだ未登録なんでね、登録しない方はぜひぜひ登録してください。それでは、バイバイ。